感染が確認されたのは、10歳未満から80代までの男女184人でした。年代別に見ると、20代が最も多い45人、ついで30代が36人、40代が27人、50代が25人でした。重症化リスクの高い65歳以上の高齢者は22人でした。重症の患者は、昨日と変わらず25人となっています。 これでで都の感染者は2 8605人です。小池都知事は先ほど行われた会見で人の流れが活発になってきているので手洗いやマスクの着用など基本の対策を徹底してほしいと改めて呼びかけました。